チバニアンはあります。山林生活。どうもおはようございます。山林生活チャンネルの管理人、山林生活です。本日は市原市にあるチバニアンに来ました。数年前に盛り上がっていました。市原の河川沿いの地層が世界的にすげえやつで、それが登録されたとか、そんなやつです。チバニアンのこと全く知らなかったのですが、今回立ち寄ったことでいろいろ調べました。そしてチバニアン完全に理解した。ざっくりとした内容は、77万年前から12万6千年前の地層が養老川で見れるからチバニアンって名前になった、そんな感じです。方位磁石は常に北を指す。その理由は磁場があるから。地球は大きな磁石です。小学校の理科の授業で習いました。これは常識の話で当たり前のこと。磁場があるから方位磁石は北を指すのです。でも方位磁石は常に北を指すわけではない。地球が誕生してから46億年、その間に地磁気逆転がありました。つまり S 極と N 極が入れ替わっているそうです。これまで何百回と入れ替わり、少なくとも過去360万年の間に11回は逆転してるんだとか。土には鉄が含まれます。磁気が逆転すると鉄の向きが変わります。それがここの地層には現れているんだそう。チバニアンは今から77万年前、これが最後の地磁気逆転。それ以降は今のままのようです。77万年だと北京原人の頃でしょうか。その時の方位磁石は逆を向いていたわけです。その時の Google マップは南が上だったのでしょう。そしてその時の人は方位磁石って南指すのが当たり前って思っていたのでしょう。磁気が逆転する原因は分かっていないんだそう。また生態系への影響も不明な部分が多いんだとか。そもそも最後に起きたのが77万年前ですからね。磁場に変化の兆候が現れたとしてもすぐに変わるわけではないので、私が生きている間は方位磁石は北を指すのでしょう。チバニアン、なんかすごいところなんです。ってわけで観光します。地層が発見されたのは結構前ですが、チバニアンと命名されたのは2020年。まだ2年ほどしか経ってません。登録されて年数が経ってないのが原因なのか、はたまた県や市に予算がないのか分かりませんが、仮説感が否めません。世界的に認められ国の天然記念物なのに工事現場のような雰囲気。国から援助や助成金があっても良いものですが、そういうのはないのでしょうか。現在市原市では見学環境整備の寄付金を募集しているようです。寄付2000円で市のホームページに氏名を記載、1万円で施設に名前を記載してくれるようです。神社の玉垣に名前を書かれるようなやつと同じ。2000円で山林生活の名を公共のウェブサイトに記載できるならお安いんじゃないでしょうか。そして工事現場感じゃなくなるのは良いですよね。今後外国人観光客が見込めるかもしれないのに、入り口がこれでは不安しかないですからね。まだそこまで観光地化されていないため、駐車場は無料ですし観光客も少ないです。駐車場から少し下ります。10分くらいあれば着きます。行きは急斜面の下り坂ということは、この坂を登らなければなりません。帰りは結構汗をかく坂です。チバニアンの近くに菩薩のすぼり覗き穴があるようです。そちらを見てみましょう。観光地だけど整備されていません。崖のようなところで手すりとかなし、滑っても転んでも自己責任。これが菩薩のすぼり覗き穴です。覗くためには長靴が必要です。
サンダルで来るような場所ではありませんでした。ここは養老川の川岸。雨天後は増水して観光すらできないんだとか。今日はそこまで水量がないため歩けました。これがチバニアンです。誰かが線を引いただろ的な線がついています。でもこれがチバニアン。77万年。それだけの歴史があるわけです。これが歴史的に重要なチバニアン。まさか千葉のこんな田舎で、地磁気逆転を見れるとは思いませんでした。そりゃ国の天然記念物に認められます。それで、チバニアンってどれなの？この先は立ち入り禁止区域だけど、研究者っぽい人たちが集まってます。このプレートで判断すると、下の地層はカラブリアンで、上の地層がチバニアンになるんでしょうか。一応登録はされたようですが、まだまだ研究段階って感じなのかもしれませんね。そもそもここが登録されるまでの間、いろいろときな臭いことがありました。チバニアンがあるのは民有地。そこに借地権を設定して研究を邪魔したり、そのために新たに法整備をしたりと問題となっていました。またデータ改ざんなど、研究に不適切な部分があったりもしたそうです。いろいろ問題はありましたが、研究者は訴え続けたのでしょう。チバニアンはあります。研究者として名声を残したい人、成果を出して今後の地質学に一石を投じたい人、観光地化して利権を独占したい人、ただの仲間割れで邪魔をしたい人、いろいろな人の思惑が何層にも重なってたのでしょう。このように様々な人の思惑により、チバニアン登録の裏側はドロドロだったようです。マスコミに嗅ぎつかれ、研究者は泥を塗られましたが、石の上にも3年、雨降って、地固まる、ってことでどうにかこうにか、土がつくことなく登録されました。こういうのに興味がないと、全くわからないです。マジでそのあたりにある崖と一緒。なんだったら私の土地にも似たようなところがあります。そこもチバニアンなんじゃないかと思ってます。私が発見すれば命名権が与えられるんですよね。山林生活が発見したってことは、これはやっぱり小屋暮らしにちなんで、暮らしアンになるんでしょうか。養老川流域、田淵の地磁気逆転地層、国指定天然記念物、チバニアン。一度くらいは見に行っても良いかもしれません。今は工事現場っぽいところですが、これから少しずつ整備されていくようです。まあ知識のない人が見ても、その辺にある崖にしか見えませんが。ということで、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。このチャンネルは、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。